ワシリー・スタロドゥプツェフワシリー・スタロドプチェフはソ連及びロシアの政治家。コルバチョフ時代末期の保守派によるソ連8月クーデターの首謀者の一人。ソ連農民同盟議長として国家非常事態委員会に参加した。リペツク州ボロフチク出身。1943年からコルホーズや企業合同に勤務する。1951年から1955年まで。 兵役に着く。兵役を終え、炭鉱技師の傍ら、前祖農業大学通信課程を終了する。1963年のボモスコフスコへ、村コルホーズ議長となる。以後、大規模農業生産のため、機械化された農業合同を発足させる。当初、この機械化農業合同は、中央からバシー評価を受けていなかったが、スタロドゥプツェフは、経営を継続させ、 ジャーナリストからの指示を得、中央からも評価を獲得するに至った。1976年社会主義労働英雄となり、金星勲章を受賞した。スタロドゥプツェフの率いる農業合同はソ連におけるモデル農場とみなされ、社会主義経済化の農業の成功例として、ソ連の内外に堅伝される。ペレストロイカが始まると、スタロドゥプツェフは、ソ連人民大議員に選出される。 また、精力的に論文を執筆し、官僚主義を批判するようになる。しかし、市場経済の導入が必至となり、その条件として、土地所有の私有化が、急進改革派によって主張され始めると、スタロドゥプツェフは、農業の個人経営を認めない立場から、土地私有化に強く反対するようになる。1990年4月ロシア。 共和国農業専門家同盟議長に選出される。同年6月農業完了、農業専門家、コルホーズ農民によって、ソ連農民同盟が発足しスタロドゥプツェフは、議長に選出される。設立大会で、スタロドゥプツェフは、演説の中で軍隊及び非常事態の導入を主張し、公然とクーデターの必要性を衝動した。1991年8月19日、 新連邦条約庁印員直前、国家非常事態委員会に名を連ね、クーデターに参加するが、結局、クーデターは3日間で失敗し、スタロドゥプツェフは一時姿をくらました。ゴルバチョフに対して弁明する書簡を送るが、その後逮捕され、ソ連共産党を除名処分された。1992年6月御社によって出国する。再び、ノボモスコフスコム村、 レーニン・コルホーズの議長となる。その後、農業団体の有力幹部として、復権を果たし、CIS 農民同盟議長、ロシア連邦農業同盟議長を歴任する。モスクワ騒乱後の1993年12月に、実施された連邦議会選挙で、年来の主張である、農地私有化に反対を表明し、上院連邦会議大議員に当選する。上院では、 農業政策委員会委員となる。また、ロシア農業党でも幹部となる。1995年12月、会員国家会議選挙に立候補する。この選挙では、スタロドゥプツェフは農業党の比例区における名簿第3位に搭載されたが、農業党は5%の得票率を得られなかったため、会員に議席を得ることはかなわなかった。しかし、1997年3月、 トゥーラ州知事選挙に立候補し、当選し、注目を集めた。2001年再選。2011年12月のロシア連邦議会、下院議員選挙にて当選したが、12月30日、心臓発作にて、トゥーラ州の病院で死去。80歳没。ありがとうございます。